戦してる今。もうちょっと掃除壁拭いてね、油がちょっとついてるからそのなあ、こっち見て。何何何、ちょっともう待ってるじゃない、何何もう、やだ、途中にさ、やだもう生えてたから、アスパラー、何もうこれ使ってさ、なんかして、もう塩アスパラ春だしね、アスパラでなんかしよう、サラダやね、やっぱアスパラって美味しいよね、うまうまだよ。はいどうもこんにちは、トロビーショートです、よろしくお願いします。はい、今回はアスパラを使ってね、アスパラと卵のサラダ、プルーって混ぜてね、あれもうパッとできるから、もう卵の甘い香りとアスパラのちょっとコリッてした食感っていうの、なんていうの、アスパラのシャキ、アスパラのシャキコリって感じアスパラのなんかこんな感じ、アスパラがこう、こういう感じだね、アスパラが卵にこう、もうそれを卵がこう包んでくれて、もうそれがもうサラダ、もう大人から子供まで好き、子供から大人まで好き、そう、まあ本当ね、野菜嫌いな子でも食べれると思う、卵好きやんだってな、うん、うん、簡単にできて、あ、こんなに美味しいんやってちょっとびっくりするぐらいと思う、うん、うん、本当に。じゃあさあやってきましょう。Let's cookはい、材料がこちらです。卵3個、マヨネーズ、からし、塩コショウ、これブラックペッパーですね、そして、お酢ちょっとだけくれるけど今日から今回、そしてアスパラです。以上、卵のお湯を沸かしていきます。塩ちょん、おやおや、その間にアスパラを掃除していこうか。アスパラの皮を剥いていきます。これ1本あったらね、この辺はもう剥かんでいいから、で、こう手持ってやったらここは危ないからね、痛いから置いて、もうシャッて回していくだけ、ずーっと、で、下の方はちょっと落とすからそこまで気にしなくていいよ。ちょっとずつこうね、くるくる回しながら、卵入れていきまーす。はい、よし、もう半熟とかじゃないからガッツリいってるからね、8分半、はい、こうか、はい、どん、ちょっとだけヘタを落とします。今日はもう斜めでもいいんやけど、わざわざ斜めにするめんどくさいやん、うん、もう今回も縦でこれぐらいでトントンと、これぐらいでなんかおしゃれやけど、斜めの方がおしゃれやな、なんかアスパラ斜めに切りがちやけど、もうこれでもええねん、全然こんなんで、ほい、はい、アスパラ用のお湯ね、こいつにも塩ぷちょろんと、 OK、 はい、沸いてきました、アスパラ投入、2分ぐらいかな、その間に氷水、まあ、こんな風に用意しといてね、卵とアスパラ用、はい、オッケー、卵オッケー、すぐに冷まして、オッケーです。そして次アスパラもオッケー、じゃばー、お水でシャッと、それから氷水にじゃばー、きれい、でも氷取って、あんまりなんか水入れつけたら水っぽくなりすぎちゃうから、はい、冷めたらすぐ OK よ、はい、1分ちょっとぐらいな、卵を剥いていきます。鉄の薄皮ペロペロ、結構よくここついてるからな、これ OK かな、ついてるね、これよし、むけた卵を
軽く拭いていきます。醤油卵を潰していきます。マッシャーでもう一発でいけるからな、めっちゃ便利よこれ。よ OK、 これぐらいでもうあえて粗く残す、そこがおすすめ。こんなもんでいいでしょう。こうやってね、粗く残した方が食感が楽しいよな。いろんな食感ができるから。うん、塩コショウ、わしわしぐらい、パパパパパぐらい。まあまた味見するからええねん、こんなんでええねん。マヨネーズ、ムニュー、お好みでからし、嫌いな人入れんかったらいいからね。これ入れたらなんかちょっと大人っぽくなるね。ちょっとスパイスで、ブラックペッパーもガリッと、お酢、ちょろんとさっぱりとするよ。そしてアスパラ、水切れたアスパラ、ポン。これも混ぜるだけ。これがな、ほんま美味しいね。思ってるより美味しいから、これ。こんだけ嫌なの。マジで。アスパラがもやっぱりめちゃくちゃうまいよな。ちょっと味見しましょうか。これで、うまい、完璧や。これで OK、 完成、完成です。おいろ、盛り付けていきましょう。いただきます。頭爆発しとるよね。見え見え見え、うーん、おいしい。もうこれだけでももちろんおいしいんやけど、あのキャベツとかレタスとか上に乗っけてもドレッシングなしでおいしいと思う。一緒に食べたらほんまにアスパラの食感がいいよね。春、春大好き。最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントどうぞよろしくお願いします。それではほな。